はい、こんにちは、田村です。今回はですね、G1 のね、予想をやってみようかなということで、実はですね、ギャンブル用のチャンネルっていうのは作っているので、そちらの方でいつもやってるんですけれども、今日は食チャンネルですけどね、ちょっとそうですね、登録者の多いところに、G1 なんでね、ちょっとだけやってみようかなと、こちらの方にもアップしてみようかなということで、シミュレーションをちょっとやりたかったんですけども、残念ながら私持ってる、ものではシミュレーション作れないんですよ。自分の予想の通りに走らない感じになっちゃって、なのでしょうがないんで、ウィーニングポストってやつですけどね、これだとちょっと作れないんでしょうがないんで私のあの拙い実況でもやろうかなということで、今回初実況ということで、はい。で、私、ギャンブルチャンネルの方では、馬券、対戦理論っていうのをちょっと作りまして、その予想をね、最近かなり、勝率も高いので、これも面白いかなと、やってみようかなと思ってやってみますけど、ただ、あれですよ。馬券の保証はしませんので、はい。あくまで私が趣味で予想したっていうことでよろしくお願いします。では、秋の電撃王決定戦、スプリンターズステークス。果たしてベストスプリンターはどの馬でしょうか。さあ、飛び出した16頭。まずまずのスタートといったところであります。先行グループからまず見てまいりましょう。大名プリンセスが張ってまいりました。その外からは2番モズスーパーフレア、動いたラブカンプ、いい足で上がっていく。7番ミスターメロディ、3番手をオカガオというところ、そしてその後ろから15番クリノガウディ、そこから名称グロッケ、10番グランアレグリア、それからもう1頭アイルアウェイ、そしてそのうちに14番エイティンガール、それからビアンフェ。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線先頭行くのは11番ラブカンプ、先頭ラブカンプ、しかしその差はそれほどでもない、抜けたい。2番モズスーパーフレア、ミスターメロディーが2番手、ようやく差を詰めてきたライトオン級がここから追ってくる、そこを外をついてライトオン級が来ている。1着はグランアレグリア、1着グランアレグリア、人気通りの圧倒的な強さでした。手強いライバルになりそうです。1着はグランアレグリア、2着モズスーパーフレア、3着ライトオン級、4着ダノンスマッシュ、5着ダイアトニック、6着ミスターメロディ。勝ったグランアレグリア、1着は見事グランアレグリアの差し切りでした。おめでとうグランアレグリア。ということで、私の予想はこんな感じですね。はい、皆さんのご検討をお祈りいたします。